カンバの滝は岡山県真庭市神ンにある滝。国の名称に指定されており、日本百景、日本の滝百選にも選定されている。また周囲は岡山県立自然公園に指定されている。旭川の支流で星山を源流とする神ン川水域にある。落差は110メートルで西日本最大級。上部に落差の小さい滝がある、断幕である。 しかし上段部は登らないと目にすることはできない。秋には紅葉が美しい。周囲の地質は石灰岩で近くに鬼の穴という小乳洞も見られる。駐車場があり、遊歩道が整備されており徒歩約5分程度で滝下に着く。遊歩道脇には玉垂れの滝があり苔の間より川に幾筋もの水が滴っている。駐車場下には東東の滝もある。 周辺には野生のニホンザルが生息しており、遊歩道で目にすることができる。入場料、大人300円、小中学生150円高田城を築いた前、三浦の殿様、三浦貞宗にテル姫という姫がいた。15歳のテル姫は、幼少の頃から病弱であり、医者から余命一2年と宣告されていた。とある秋の1日、 最後の思い出に、カンバの滝の紅葉を見せてやりたいと思ったウバは、テルヒメを連れて滝見物に行こうとしていた道中、清美という二十歳の修行像にあった。そこで、テルヒメの病気のことを聞いた清美は、テルヒメの病気を治そうと寺に代々受け継がれていた、秘宝の薬草、霊子を渡し、二人は次に会った時、一緒に薬草を取りへ行くことを約束した。その後、ウバの手引きでテルヒメは、 深海のもとへ何度も訪れた。いつしかテル姫は、天真爛漫で武骨長い剣だが純粋で心、優しい深海に惹かれ、また、深海もテル姫に恋心を抱いていった。しかし、二人は身分の違いから一緒になることはできないとわかっていた。晩秋のとある一日照テル姫は自分の愛を確かめるために、源氏物語の一節を深海に聞かせた。それは、 光カルゲの父、キリツボミと恋人のキリツボ行為との最後の死別の場面であり、そこには死が迫っている中でもまだ生きることに執着して、キリツボミとの愛を貫きたいというキリツボ行為の思いが歌にぶつけられていた。テルヒメは自分の気持ちをキリツボ行為の心境に重ね合わせ、このような身分を超え、一緒に死を持つほどの愛を貫くことができるか、と清美に問うと、清美は、 わしでよければ、お供をすると答えたので、二人は、心中をし、あの世で一緒になることを約束した。翌年の春、事件は起きた。その日は、清美の案内で馬と照姫は、滝の上を訪れていた。昼食を食べながら話をしていると、照姫が突然和歌を読み始めた。その歌には、愛する人と一緒に行きたいという意味が込められており、照姫は、深海に向けて読んでいた。 その歌を聞いた清美は、いよいよ真珠の時が来たと自身の心に言い聞かせていた。和歌を読み終えた後、テルヒメは、ウバと清美に別れを告げ、滝に向かって走っていった。一瞬の間だったので、ウバと清美は驚き、同時に声を上げた。清美は、テルヒメの後を追い、テルヒメをしっかりと抱きしめ、腰紐を、テルヒメの帯にしっかりと結んだ。 二人は乳母に一礼をした後、目と目を合わせて、看板の滝つぼに身を投げた。しかしその時、一条の光が差し込み、二人は気づくと、不思議にも柔らかな手に抱えられ、騎士に優しく寝かされていた。その後、照姫は、霊子で病気を治し、清美と二人で幸せに暮らしたと語り伝えられている。照姫と清美が身を投げた時、 清美のまぶたに一条の光を放つ慈しみに満ちた仏像が浮かんだ。清美がその仏像の姿を思い出すままに彫り刻んだものが八重地像である。現在では八重地像は恋の願いを叶え、病気併与をもたらしてくれる仏様として人々に信仰されている。八重地像のような恋愛を司り、恋を叶える縁結びの仏様は珍しく、 全国どこにもないと言われている。願い事の方法は、願い事を書いた絵馬を持って、願い事を唱えながら、八十地蔵の周囲を3回回るだけである。そうすれば、人々の思いを見届けた八十地蔵が願いを叶えてくれると言われている。恋人募集中の人や、恋に悩む人、病気の人も慈しみに満ちた八十地様に願い事を頼んでみなされ、ありがとうございます。